1月15日放送の情熱大陸 TBS 系では中川大志さんに密着。大河ドラマ鎌倉殿の13人 NHK の秘話が明かされ注目を集めています。鎌倉殿の13人名シーンの裏に中川大志の徹底したこだわりがあった。最後の残したい意地鎌倉殿の13人で武将畠山重忠を演じた中川さん。今回の放送では殺人のシーンのリハーサルが行われている稽古場にカメラが潜入します。その日行われていたのは小栗旬さん演じる北条義時との対決シーンのリハーサル。バル、中川さんは小栗さんと意見をこすり合わせながら演技を練り上げていきます。義時と重忠は単なる仇同士ではなく、もともと幼馴染の関係。そこで、中川さんは小栗さんに、子供の時からの関係性の喧嘩っていうか、殴り合いになった方がいいですもんね、真っ先に刀取って殺しに行こうというよりかは、最後の最後ほんと真っ向からぶつかって証明するっていう。それが最後の、残したい意地っていうか、と、台本を読み込んだ上で掴んだ自身の考えを伝え、シーンを作り上げていきます。また、リハーサル段階では重忠が義時を脇に転がっている石で殴るシーンが用意されていました。しかし、ここで行き詰まる攻防に用意されていた演出に、しかし中川は違和感を抱いた、とのナレーションが。重忠は、武士の鏡、と謳われた人物。中川さんは、そのような重忠が、刀ではなく石を手に取って相手を攻撃するだろうかと疑問に思ったそうです。そこで、中川さんは監督に直接、最後、石でぶん殴るっていうのはどうですか、と自らの疑問をぶつけます。バル、中川大志が大河ドラマで培った小栗旬との信頼関係。問題のシーンは第36回、武士の鏡、の中で放送。番組では実際の放送シーンも紹介。そこでは結局、石を取って殴る場面はありませんでした。石を手に取る場面すら、撮影されることはなかったそうです。スタッフが中川さんに、石のシーンなくなったんですね、と聞くと、中川さんは、小栗さんと話して、やっぱりちょっと、石のシーンが、腑に落ちてないんですよね、自分の中で、っていう話をちょっとさせてもらって、と答えます。重忠が、この線に向かっていくモチベーションみたいなものを改めて考えたときに、やっぱり、そうですね、最終的にはああなりましたね、と、小栗さんと話し合った結果、演出を変えたことを明かしました。